山田さん、やっぱり女性 の、 その中古クラブ、はい、女性がリーズナブルにあのクラブ揃えたいなっていうとき結構ないんですよ、うんうんうん、本当にそう ここまではあんまない、はい、それす私もすごいなんかこう聞かれるんですけど、なかなかやっぱりここに行ったらありますよって言えなくて、で これだけねあるといいですね。なんかあれですか、おすすめのものあります？絶唱とかはもう本当に女性の方も本当にダントツ人気ナンバーワンで、はい、ハイアンもしっかりね、そこで、ね、はい、ご準備されて。本当だ、はい、だけどね、これなんて見て見て、2008年ですけどやっぱり3万5千とかで揃ったらいいですね。ね、いいですよね。あ、これはいいかも。このぐらいの値段がちょうどなんか買いやすいっていうか、はい、グリップ可愛くしてね、はい、ああ、いいじゃない、つけて、うん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 、あ、いいじゃないですか。ドライバーも、ね、後ろはあの、はい、これからやられる方とかのためにもフルセットの新品がしっかり、はい、はい、ご用意されています。フルセットで一番人気があるのはこのキャロウェイのセットです、はい、まあ、やっぱりピンクで可愛いっていうのと、はいはいはい、あとキャロウェイが石川遼君とかのおかげで、はいはいはい、やっぱりみんな知っているのですごい入りやすい、そうなんだ、はい、安心感があって可愛いのですごいこれ人気がございます。パターも、はい、もう全部パターまでキャディバッグも入ってる、キャディバッグも、はい、入って6万9800円で揃えると。これも女子、はい、あ、こちらはあの新品の、新品、はい、女性用のクラブが集まってます。なるほどなるほど、いいですね。これも女子ですか？はい、あ、これも女性ゴルファー、すごい多い、多いこれ。あ、だから柏原さん、僕ね、これファイズ、ファイズこれ 初代かな、これいいですよ。これすごいいいクラブなんですけど、9980円、はい、これ、あ、これいいかも。ユーティリティ欲しいんですよ。山田さんのユーティリティおすすめは何か。でもやっぱり女性の方はやっぱり力がない方とか多いので、はいはい、先ほどのゼクシオとか、はい、あのご紹介ございましたファイズとか、はい、はい、あの軽いから振りやすくて、これファイズ3じゃないですか、よく見たら、はい、これしかもそんな古くないですよ、ね、これもなんか新古品っぽいよ、これ多分、うん、これいいな、あ、でもさ、結構これいい、あ、これ結構おすすめ。ここなんだろう、この辺からブリヂストンでまたね、キュキュキュッと良くなってきたから、これファイズ、いや、ほんとファイズ3のあたりから、あの、ただファイズはずっといいです。ファイズはね、ほんとアマチュアにはとってもいい。本当？うん、いや本当です本当です。うまくなるユーティリティ探されてんだったら割と狙えるかもしれない。そうなんです、今ね、バーナーの、うん、2007とか結構古いやつ。そうなんだ、うん、もうちょっとそろそろ梶原さんだけど結構あのなんていうの、しっかり触れるので、はい、結構こういうナショナルブランドのちゃんとしたクラブ使った方がいいかも。あ、そうなんですか。うん、あのだから女性用でちょっとこうあの非力でも平気っていうのじゃない方がいいかもしれない。非力じゃないっていう、非力じゃないもんね。非力じゃないと思います見たところ。まあ非常にレディースも充実、はいはい、しています。そしてはい、であと、まあ、クラブはこのような形ですごいありますっていう形です、はいはい、でもう一個は、はい、結構ゴルフパートナーの中でも最近ウェアを扱っている店舗が増えてきてます。後ろですね、こちらがウェアコーナー、メンズのウェアと、うん、女性用のウェアが、あ、ウェアはどうですか、傾向というかね、またどういうものが人気を集めてますか。最近はファッションで楽しむ方が増えてるので、うん、カラー系のものとか、ガラ系のものが着て楽しいって形でお求めになられる方が多い。そうなんですか。メーカーも珍しいところだと、うん、ロサーセンってことですね、はいはい、まあ、結構百貨店とかで取り扱いのあるメーカーさんで、まあ、デザインはかわいい、はい、こう、まあ、もともとロサーセンっていう方が、うん、あのクラブデザイナーさんで、うん、はい、サーフィンとゴルフが好きな方で、あ、はい、まあ、どっちも使えちゃうようなウェアを作っちゃおうっていうので作っちゃった形なので、
素材とかも柔らかいタッチ。あ、いいじゃないですか。はい、梶原さんどうですか、ロサーセン。そう、私大好きなんです、ロサーセン、はい。すごい着心地が良くて、やっぱりデザインも落ち着いてるので、他とは違う、ウェアでゴルフ楽しみたいって方に人気がございます。ちょっとね、ゴルフっぽくないんですね。そうですね。だから、なんていうんですか、タウンユースっていうんですか、普通にね、着れますよね。これいいじゃないですか。これメンズですか、レディースも。それはユニセックスじゃないですか。そうですね、はい、大きいから。だけどゴルフ行くのにそのぐらい荷物入った方が良くないですか。そうなんです、あれね、これかわいいな。これおすすめです。ルコックはカラーの使い方とかデザインがすごい可愛いので人気がございます。形、あ、いいですね、それ。あ、いいな、女子はいいね。え、なんて男性もありますね。男子はね、まあ、ある、まあ、あるんだろうけど、なんかいいですね、すごいファッショナブル。こういうのもいいじゃないですか、このキャディーボックと。ナッシュの方が、はい、扱ってるメーカーさんの数は多いので、うん、あ、そうなんですか、はい、これすごい、ね、それが刺さった。いや、ウェアとセットってなかなかなくないですか。あ、なんかあんまりバイザーとないよね。あんまり見たことないですね、そういうの。あ、だけどなんかカットアンドバッグっていうともうアメリカンな感じがするね。そうですね、ね、はい、あんまりこう今までね、こ、多分最近入ってきたんじゃないかな、最近って数年前。カットアンドバッグ最近日本のプロだと、今田隆二プロとかが、ね、はい、はい、そうだそうだそうだ、今田隆二。アディダスもロゴがなんか変わりました。今年結構アディダスはチャレンジしてきて、うんうんうん、こういうちょっと花柄、なんか今までのアディダスっぽくない、はい、少しイメージをガラッと変えて、ね、本当だ、ね、こんなのあるんだ。へえ、ね、ちょっと あのハワイアンアロハみたいな雰囲気のね、こんなポロシャツあるんですね。あ、でも結構いっぱいありますね、だけど男子の。これロサーセンもまたありますね。ロサーセンも、はい、あの男性も扱ってます。ちょっとロサーセンかっこいい。いや、ロサーセンでしょ。あの小林さんぴったりだと思うんですよ。今のかっこいいじゃん。あ、これ店長来てましたね、さっき。さっき、はい、スタッフ何人か来てますよね、はい、ちょっと後から。いいですね、こういうプレーのポケットとかついててね、うん、こういうのおしゃれですよね、うんうん、このなんかこの帽子もちょっとマリンっぽいっていうかさ、あのやっぱサーファーブランドっぽいですよね、うん、さあね、すごく、あ、いいな、このタンパンもいいな、うん、なんすか、かわいいな、何入れ、え、いろんなものいろんなもの入れ、ほらこれもう迷わないバッグ。それ何、これマーカー、あー、ロングティー、面白い。え、これじゃああれですか、コースに持ってっちゃうの、もしかして。これ多分こうちょうよ、ほら、あ、本当だ、これどこのやつ、ちょっと小旅行とかで行くときに面白いね、扱いやすいですね、たくさんボールも手袋も、あ、だから可愛い、入る、これサングラスサングラス入れるスペースみたいな、もうね、なくさないですよね、小林さんすぐなくす、そうそうそう、何でもなくしちゃいますから。ゴルフパートナー南流れ山店の、はい、副店長の山村さんに、お店をご案内していただきました、大変もう充実した、お店です、本当にありがとうございました。ありがとうございます、最後にじゃ あの見てる方に一言、はい、ご覧になられたように南流れ山店はクラブがすごいたくさんありまして、ウェアも充実しております。でもう一つ魅力は、あのゴルフが好きなスタッフさんが多数在籍してますんで、たくさんあるクラブの中からお客様に合ったクラブをお選びすることができます。あのお近くのお客様とかまだ来たことないよって方はぜひ南流れ山店までお越しくださいませ。今日は一日ありがとうございました。ありがとうございます。本当にぜひ、あのすごい素敵なお店なので、お足をお運びください。